皆さんこんにちは、こかきこです。卵を産むニワトリの編みぐるみのくちばしの編み方を動画でご説明したいと思います。えっと、どあ、ブログでは黄色い糸で編んでたんですけど、動画でちょっと見えにくくなってしまうかなと思ったので、このエメラルドグリーンのようなこの系統で編んでいきたいと思います。まずは鎖編みを4目編みます。 そしたら、えーと、この鎖編みの鎖の部分それぞれ三つ編みのようになってると思うんですけどこの山をを個ずつ目として編んでいきます。立ち上がりの1目としてここは使わないので残りの3目が123456と6目使います。 編んでいくと、ちょっと小さくてわかりにくくなってしまうかと思うので。えっと、マーカーをつけておきます。はい、できました。えっ、ー、と、そうしましたら、まず、えっ、ー、と、鎖の三目目の片方の山。一二三、この三つ目。 のところに引き抜き編みをします。で、次の二目、えっと、二つ目の目のところには、まず。長編みをします。長編みができたら、そこから鎖編みを二目編みます。一、二。で、鎖編みの目の裏。 を見るとポコンポコンという山が2つあるかと思うんですけど、そのポコンポコンの2つ目の山ここです。ここに引き抜き編みをします。これがくちばしの3。あのチクッと尖った部分になります。そしてそれができたら。2。えっと先ほど長編みを編んだところと同じ目にもう1回長編みを編み入れます。 次の3つ目の目には引き抜き編みをしますこれでくちばしの半分が出来上がりましたそしたらひ,、えー、とひっくり返す回転させて反対側の三角を編んでいきますこのマーカーが入ってる4目目ですね1目目とも言うかなここに引き抜き編みをします 次、二目目には長編みをして。先ほどと同じように鎖編みを二目編みます。で鎖編みの裏山の二目目。一、二。ここに引き抜き編みをします。で、もう一度同じ。 この2目のところ2目目5目目、うん、真ん中の編み目に長編みをもう1目編み入れます。あちゃったまあ、いいで最後の3目目に引き抜き編みをします。そして あと後で縫い付けれるだけの長さを残して糸を切りピーッとやってこれでくちばしが出来上がりです。 この部分を縫えばくちばしどうでしょうか以上です